おはようございます。今からちょっとね、めちゃめちゃ厳しいフィールドであるダムに向かうところなんですけど、今朝のね、何時だ、5時2分ぐらいかな、なんだけど、めちゃめちゃ寒いんだけど、今日もう1度、0、マイナスになるかもしれない。そんぐらい冷え込んで、もうものすごい厳しい状況なんだけども、あのワームでね、ちょっとね、釣ってこようかと思う。オオサンショウウオ。こんな感じなんだけど、釣果がもうやばいんだよね。よかったらこの動画見てる人たちに言いたいんだけど、あなたの持ってるルアーとワーム、一回全部ね、ゴミ箱に捨ててみてください。で、それをゴミ箱に捨てて、オオサンショウウオだけ、あのワームだけね、もしよかったら使ってみてください。魚がね、入れ食いになってきます。オオサンショウウオっていうのはね、もう、ヒッチのテクニック、なんもないですよ、自分。ここに書いてあるよね。必聴テクを惜しげもなく、公開したとかいう、そんなことないんですよ。ただ、オオサンショウウオをつけて入れてるだけ。これだけやればいい。だから他の作業が全部無駄になるんだよね。無駄が必要っていう考え方もあるんだけど、結局最終的にはシンプルに、いかにシンプルにするかっていうのが、まあこれはもう地球規模で考えて、難しくやる必要がない。難しいこと、簡単なことを難しくする必要は何もないっていう。全部シンプルなんです。だから、ああだこうだ、ああだこうだってやることがなくて、オオサンショウウオだけ。あれだけやっときゃいい。ほら、いっぱい書いてるね、ほら。ヒュージがすごく釣れる気がしてきた。ね。魚がいないって言われてる奥琵琶湖。あそこはブラックバスほとんどいません。はい。その状況で3本の巨大魚釣っちゃってるっていう。ミャーミャーって。ワームがすごいのに、高橋さんがすごい。高橋さんものすごいって、そんなことない。オオサンショウウオを投げてるだけ。もうそれしかしてないから、俺は。バカって。まあ、いろんな意見ありますけどね。どれ使うかな。今回はオオサンショウウオとこのヤマフロック、この二刀流で行こうと思います。これしか使わない、基本は。行こうぜ。はい、おはようございます。ちょっと見てもらったら分かるんですけど、めちゃくちゃ寒い。まあ山からもう冷たい空気が来てて、もう前予想がマイナス1度になってるんで、1度、0度、そんなんなんで、もうかなり渋い状況になってます。これを見てもらったら分かるんですけどね、もう寒い、とにかくかなり厳しいんですけど、ここはねガチッと自分のテクニックでやっていこうと思います。昨日はね、菊池さんが巻物ね、いろいろ3時間ぐらい巻いたんですけど、巻物で0バイトだったっていうね。なんでおそらく今日はね、縦の釣り、リアクションで縦の垂直のスピードで食わすしかないね。巻き戻っては絶対釣れない状況。もうリアクションバイトだけよ、縦の釣りで。ちょっとさ、地形変化見ないで。あ、おる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 。おる、ついとるな、そこの方に。こいつ、でかいバスついとるな。これに対してやっぱ縦の釣り。ほんとね、渋いんで、めちゃめちゃ寒いし、そこで釣ってこそでしょ、男は。イージーな時期に釣り行くなんて甘えよ。かなり渋いんだけど、その渋い状況の中でどうやって引っ張るか。縦の釣り、リアクション。やったるぞ。
朝一もうかなり寒すぎてちょっと鈍いかもね。もしかするとこういう時は昼間暖かくなってきた時にガッツ出るかもな。めちゃめちゃ寒いぞ。冷凍庫の中入ってる感じだぞこれ。つったらそうだけど、幻想的でめちゃめちゃいいね。このファーっていう全部がマイナス4だからめちゃめちゃ寒いけど気持ちがいいね。ベイトはいっぱいいるんだよね。ただ渋いから食わないんだ。ベイトは多いよ。だけど釣れないという。ほんと食わないよ、うん、リアクションでもうね、活性が悪いからそこでじっとしてるバスに対してね、ストーンと縦の釣りでドーンとパーンっていうね、それしかないな。非常に渋い。お、でもフィッシュアラーム。小魚はいっぱいいるんだよ。バスが動いてないか。マジで渋い。寒すぎるし、もう手がうーって感じ。ラインを結ぶのがきつい。あれかな、太陽が出てくるぐらいになってようやく釣れるんだろうか。心地いい太陽で火星が上がった時に釣れるのかな。全く反応がないよ。あと寒すぎる。この厳しいとこでも俺は出すぞ、うん、急激に冷え込んだんですけど昨日。だけどもそこで出してこそでしょう。どうでもいいけど、もう腹立つぐらい渋いんだけど、全くの無反応という。やっぱこうやって急に冷え込むとダメなのかな。急に冷え込んでるから釣れなくなってしまったのだろうか。昨日はね、なんだかんだで10匹ぐらいは釣れたんで、自分のテクニックで釣れるはずなんだけど、今日はほんと食わない。どこ投げても何投げても食わない。パクったこれ。寝がかり、何にも食わない。うざ。寝がかりうざ。小魚は多いけどね、小魚がいてもね、バスの食がないから食わないんだよ。今日はお休みタイムなんだろうな。ちょっと詳しい人に早急に教えてほしいんですけど、これブクブク泡出てるのはさ、湧き水が出てるのか、もしくは炭酸ガスかなんかでヘドロが溜まってそれで炭酸ガスを吹き出してるのか、これ何、これメタンハイグレードを出してるのか、湧き水が出てるのか、早急に教えてください。この泡、バスが泡入ってる可能性も否定できないんだけど、何なのかよく分かんない。これこの泡は湧き水か。これ湧き水だとしたらやべえよな。湧き水界隈、こういう厳しい時は、だけど心地いいね。大自然と一体化した感じがしてかなり気持ちのいい。寒さも忘れる。毛がただ凍えるのが嫌だよね、この時期寒くなってくると。だけどこれね、一回ボート乗るとね、正直もうおかっぱり嫌になるね。嫌にはなんないけど、ボートいいよ。地形変化をこう常に研究できるから、あ、この地形でディープからのこのシャロー絡みのこの地形変化を楽しめるのがいいよね、うん、あといろんなポイント好きなだけ打てるっていう、あと誰にも邪魔されないところがいいね、うん、あんまりやってる人いないからボート、特にこの辺はね少ないんで、大自然の中にポツンと浮いてる感じがいいね。あんまり人だらけの、なんか琵琶湖とかだったらね、人だらけの時もあるんだけど、人が少ない中で打つと、これで大自然と一体化してるわけよ。俺はこの山林の中で山奥でねやるしかねえぞ。絶対ひねり出すぞ一匹。この岩ついてね、えぐれてるとこね、あの形、あそこの人ついてると、おそらくあれ、あの先端からクリクリしたところからさーっと降りてる。
ああいうところ、うん、ああいうねカード、ああいうね陰茎部分が結構強いです。はい、来い。あの先に来てるな、あの陰茎、あれいるぞ、あの形やべえぞ。全くいないな、ここ。あの穴、あれ見える、あれ怪しいよな、穴、ケツの穴。あっこからね、あの雨降るとあそこ水が流れてくんだよな、山から、ケツの穴から。でそこで、あの周りは怪しいな、結構つくんですよね、ああいうとこ変化あるんで、ああいうとこいるんだよ。ああいうね、ケツの穴って肛門だよね、ああいうアリの戸当たり部分には結構ね魚がつくんですよ。ああ波紋立ってる、いるな、あれでかいのついてるな、あそこ。水深はね、こんなが 7.3 メーターみたいな。おるわ、おるおる、よっしゃ来い。来た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 、ついに来た来た、この厳しい状況で来た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 、よし、これは来た、よしよしよし、よし、うわでかい、この厳しい状況でこれは来ただろう、うわ絞り出した、うわ、でかい、でかい、ああ厳しい状況、取れよ取れよ、絞り出した、いや、おっさん勝負を、これは感動の一匹、やっと釣れた、粘りに粘って、うわ、オオサンショウウオ、くっと、おったね、ここの、これじっくり見ながら、やっと出た、出た、ほんとこれは嬉しい、めちゃめちゃ厳しかったよ今日、これナイス。まあもっとでかいサイズね、これもかなりでかい魚だけど、もっとでかいの取る、まあまあでかいよこれ、これはでかい、取った、ありがとう、もう逃がそう、よしよしよし、だいぶでかいなこれ、うわランカだこれ、痛い痛い、噛まれた噛まれた、痛い痛い痛い、噛まれた噛まれた、痛い、噛まれた噛まれた、指ちぎれるからやめて、言えなさい、言えなさい、うおでかい、大阪勝負丸のみ、やった、はい、腹減ってきたんでね、ツナとカニカマのサラダ巻き、これいただきましょう、うん、うまくいる、直火焼きバラチャーシュー醤油の風味香るローソンセレクト、これうまいね、これめちゃめちゃうまい、直火だから食べよう、貴重な魚、また来た、よし、これは来た、よしよしよし、乗った乗った、うわうわうわ、貴重なバイト、2匹目オオサンショウウオ、これし
取るぞ。ああ、バレ、危ない。うわっつら。うわっつら。バレた。来いよ来いよ来いよ。ちょっとサイズはちっちゃいけど貴重な魚が。サイズはかなりちっちゃいですけどね。かなり貴重な。貴重な魚、引きが強い。よいしょ。オオサンショウウオ。オオサンショウウオ来た。貴重なバイトですね。まあサイズはそうでもないんですけど、クオリティ。オオサンショウウオ。ちっちゃいな。よいしょ。久しぶりにだから、ちょっとかせ上がってきたかな。太陽出てきて。太陽出てきたから。でまあ、高橋流オオサンショウウオの使い方なんですけど、まあ、ゲイリ素材って結構柔らかいんで、結構もうこうやってね釣れるたびにぐっちゃぐちゃになってもこの辺ちぎれまくってるんですよ。ただちぎれればちぎれるほどよく釣れるっていう微妙な波動を逆に生むんですね。なんで自分の場合はもう最後の方になってくるともうこう網目縫い、もう縫い込んでもうついてればいいんですよ。こういう感じで、でもうこういう感じでぐじゅぐじゅになってしまってるんだけど、針にこう編み込んでしまうと。で編み込んだ後に針先だけこう隠してあげて、入念に針先根がかりしないように。でこれで斜めになって泳ぎが変になるっていう方がたまにいるんですけど、逆なんですよ。逆に波動が変わっていい動きを逆にする。いいですか。これが本当のオオサンショウウオの使い方。これ1個200円するんでね、貴重なワームなんで。やはりちょっとちぎれたらもうやめたっていう人もいるんですけど、何度も使う。それのが逆に釣れるんですね。入れ食いになる。今日はでも当たりがちっちゃいんですよね。やっぱ寒くて活性が低いから、ここって、あ、食ってる、食ってってるのかな、とりあえず合わせとくかって合わせたら、あ、食ってたやっぱりっていう、根がかりかなっていうね、こう見分けがすごく難しい感じがしますね。3週間ぐらい前はね、こうラインがバカッて走るようなバイトがあったんですけど、ないですね。やっぱり活性が低いっていうことなんだろうね、おそらく。まだ来た、まだ来た。よーし、よーし、まだ来たぞ。よーしよしよしよし、ナイスサイ、ナイスサイ。はい、ボトムバンピングできました。抜くか、よいしょ、ボトムバンピング。はい、ね、ナイスサイ、ナイスサイ。オッケー。みんなボート調校ね、やる人、岸際をみんな打ちたがるんですよね、やたら。岸際をやたら打ちたがるんですけど、自分真逆。本流のど真ん中、自分が好きね。今釣れたパターンはね、みんな今ボートの2、3台通ったけど、岸際を丹念に探ってると。それじゃないんですよ。はい、こういう状況はね、中央ラインのこの水質が安定したど真ん中で、一番深いラインで、この川のボトムを、ちゃんちゃん、ボトムバンピング。チャンピングチャン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 でガーン、当たり前。これ寒くなったらね、ディープなんで。クタ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 、よーし、ナイス、よーし、ジャンプジャンプ、よーし、ジャンプしないや。食ったね、またもや。よーし、うわーしゃ、よし、連発。オッケー。オオサンショウウオ。うわー、でかい。ナイスサイ。でかい。ほら。でっけ。おー、骨格いいね。
ズドーンとしてるよ。はい、はい、オッケー、やったね。もう太ってるこいつ、でっぷり太ってるわ。太陽が出て火星上がってきたもん。まあ、サイズはねそんなにでかくないんですけど気持ちが良かったね、とても。よいしょ、逃げなさい、はい、この本流の真ん中でバイトが多発するというね、はい、今日はそういう日ね、うん、真ん中の一番深いラインを丹念に攻め込んでる。これ状況把握って大事なんで、もちろんねシャローが効く日もあると思うんですけどね、オオサンショウウオはどこでも釣れる、うん、まあ、これのおかげだよな、オオサンショウウオのおかげだよな、そんだけ。昼になりました、焼きたての焼き鳥差し入れもらいました、あったかい、うまい。これ豚肉かな、これ牛肉かな、これめちゃくちゃうまい。これコンビニのねこういうのってまずいんだよね。コンビニの焼き鳥ってクソまずいけど、これなんかその辺の料理屋の焼き肉めちゃめちゃうまい。おはよう。おはよう。来たの釣れとるらしいやないお前。もう今何匹や、8匹。釣りすぎだなお前。ちっちゃいやつやん、小魚小魚。あもう釣ったうちに入らん。まあまあ、やっぱ俺らさ50以下の魚釣ったって言わない、うん、メダカだな、メダカ、メダカやん、釣るしかないんだけど。釣らないかんな今日は。あんた何使ってんの。借りてる借りてる。俺はオオサンショウウオ。まあオオサンショウウオ釣れるの分かっとるからな。もうまあなあれ厳しい状況でこそ力発揮する。反則だわなあれ使ったら。釣ったうちに入らんわな。普通の人多分起きても釣れないからね。絶対無理よ。オオサンショウウオ使わない。オオサンショウウオで餌より釣れるから、うん、いや餌より多分釣れると思うよ。ああ生き餌より釣れる。カーリーテールじゃ釣れないかもしれんけど、まあちょっと、まあカーリーテールでも釣れるだろうな。やってみるわ。ちょっとでかいのを釣りたいから。カーリーテールでも釣れると思う。ちょっと絡んで絡んで。あのあった、はい、お前もうそろそろオオサンショウウオに変えたくなってきたんじゃないか。早くもな。どこでかい泳いどった。泳いどった。でかい。いやでかくないけど泳いどった。泳いどった。あ、くた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 。おい、来たぞ。来たんかも。おう、やっぱオオサンショウウオ。オオサンショウウオは。でかい、でかい、でかい。でかい。よしよし。48。おお、引くね、引くね。カメラお願いします。48だもん。ほやろ。やっぱそこやろ。おお、でかい。今日はディープだ、ディープ。48。よいしょ。おお、なんか光に当たって綺麗やな。よいしょ。ほら。昨日と同じサイズ。38。でかくないちょっと、うん、でかい40弱だ言ったとこやでしょ。さっきからね同じとこでこれで6匹目やね。やっぱりポイント決まってんだよこれ。釣れるな。太陽に光っていい感じやな。おう、まあ40ぐらいかな。40ちょい切っとるか、うん、昨日と一緒のサイズ。このサイズがね異常によるここ、うん、よっしゃやったね。お願いします。お願いします。バスの子。お願いします。ありがとう。ちっちゃい。まだまだちっちゃいもん。やっぱ50超えんとね。でかい。でかい。でかいぞ、でかいぞ。でかいの来た。でかいこれ。嘘。マジ？うお、でかい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 。うお、お前、でかいかな、お前。おいしょ、おいおいおい。来た来た来た。借りてる。借りてる。うわ、また40。40ある、40、40ある、ある。カップルなんだ。40あるって、これ。だいぶ飲んどるな。借りてる、まるの。借りてる、飲ませ釣り。おぉ。こんだけ寒くてよ。よっしゃー。普通釣れんだよ、これ。来て、あ、40、40、40ある。即40アップ。即40。でかいな。借りてる、釣れるな。釣れるぞ。この紫色の純白から。生命反応出まくってるよ。よかったな、うん、とりあえず釣れてよかったな。やっぱポイント次第やね。硬いなこれ。お取れるか。あのだいぶ飲んどるな。おお釣れた釣れた釣れた。おおいいね。おるおる。いやサイズはそうでもないけど気持ちいいよ。おお引く引く引く。いやでかいでかい。これやっぱりボートやな。おやっぱりボートやな。いやこれねボートやるとやみつきになる理由が分かった。
でかいじゃん。ちっちゃいちっちゃい。あ、40ぐらいだよ今の。48。うん。48バレちゃったな。バレちゃったな。まあいいや。48ぐらいでしょ。乗った。サイズは？お、でかくない？でかい。でかい。おー、いいね。でかいぞ。いいね、いいね、いいね。でかい？いつものサイズ。40。ぶっくり。40。お前40釣りすぎだって。いつものサイズ40。平均が40あるね。どんだけ釣るの？借りてる。借りてる。これでかいわ。これが太い。あ、40だな。40、また40。お前40アップ入れ食いだな。43ぐらいあるな。あ、結構でかいよ。でかいでかい。割と引くけどね。でかいね。やった。40。ちょっとあの大山周遊でもすごいバイトを多発するんだけど、もっと釣れる上もあるんだ実は。あるの？知ってる？なんだ？ケロフロック。昨日使っとったよ。あれ釣れるんだよ。昨日使っとったよね。うん、あれちょっと使うわ、ケロフロック。これですね、ゲイリー山本のケロフロック。ここカエルの目になってるんですよ。これ釣れるんだよな。ケロフロックはやばいよ。突き刺してこんなもんでいいかな。こんな感じでやって、ここで一回転させて、でこの辺かな、突き抜かしてこの状態でこんな感じで、この辺で D ゾーンフライじゃないか。 D ゾーンフライでもいいかもね。ただ俺はケロフロッグで、これ6が出るんだよ。木のあたりケロフロッグはね、6が出るから、ちょっと重りをつけてね、この今日は縦の釣りがいいかなと思うんで、縦の釣りでこれケロフロッグ。何ルアー変える？うん、キカバグ。キカバグ投げて。何やっとん？何？釣れた。キカバグ。お、でかい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 。おるな。うわ、また40か。また40か。40しか釣れん。40ないぞ、これ30ないぞ。キカバグ。いいね。40近いな、これ。でも。キカバグな。40あるなし。ああ、あるなしやな。キカバ。来たか来たか来たか。え、来た。来てなかった。当たった。当たってない、ごめん。来た来た、でかいでかい。めちゃめちゃ小さい。大山勝負を、うおーし、やろう。おったかな、やっぱりメダカだ。いや、のこいつだよ、探してたの。いや、メダカ、メダカ釣っちゃった俺。オオサンショウウオ。これメダカだ。俺やろ。あれ、俺も食っとるんかな、これ。よかったな。オオサンショウウオ。めちゃめちゃ小さい。オッケー。来た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 。よし。これはいっとる。これはいっとる。来た。これはでかい。よっしゃ、オオサンショウウオ。くっ。上がってこんって。でかい。食っとる、食っとる、よしよしよし。これは来た。よし、大山勝負。よっしゃ。大山勝負。丸飲み。やっぱ俺やろ。やっぱ大山勝負釣れるな。おお、まだ40。か。大山勝負。全部40。釣れたら40。デカバスばっかり。大山勝負を。やった。釣れすぎ。釣れる。釣れるよ。お前何人書いたんは。ツインテールインガー。あ、本当。釣って。違うやつでもない。釣ってみと。でかいやつ取ろうね今度。
50はまだ出ないから、いろんなアプローチ出ない、やっぱ一貫と、うん、オーダンショーばっかりしとっても40アップ釣れるのは分かっとるから、はい、まあ、50や50 乗った倍作ろう、乗ったんか、乗った、でかい、これはでかい、でかいでかい、倍作ろう、おでかい、ちょっと、あ、ごめん、ゴミやったこの辺おるな、あ、6体おるよな、6体結構おるね、倍作ろう、6体おるね、食った、倍作ろう、うわ倍作ろう、でかい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 、うわ強え、こいつ倍作ろう、でかいでかい、よっしゃ、これでかいやろ、でかい、50、50はないけど40、40、よし倍作ろう、40やったな、お前おったな、やっぱり倍作ろう、やったな、お前めちゃめちゃ強え、倍作ろう、倍作ろう、丸のみ、よっしゃ、これやばい、でかいな、お前でかいよ、また会おうぜ、オーダンショーの時代終わった、今後倍作ろう、どうよ、当たりないな、やっぱ厳しいな、厳しいよこれ、こんだけの寒さであんだけ釣った極寒だから、ああもう今5時に4時50分ぐらいか、やばいで、もう船の時間もやばいで、これ戻れるか、お前戻れるか、お前真っ暗になるまでやったらよ、明日の朝まで、ね、遭難しちゃうよ、遭難、ちょっと厳しいな、安全に気をつけない、厳しいな、厳しいな、こんだけ俺らのテクでな、急激にオオサンショウウオでも食わなくなる、やっぱり寒いからよ、こんだけ寒かったら食うわけないよ、魚が、釣れとるか、根がかりだかな、でかい、ついに来た、ついに来た、うわついに来た、ついに来た、厳しい中来たな、ゴー、でかい、食った、おい食ったんか、お前おい食った、うわうわ倍作ろう、食ったぞ、倍作ろう、ぶっ飛んでった、倍作ろうないよ、深すぎてコンドルじゃないか、倍作ろう、でかい、来たよ、ね、楽、倍作ろう、釣れるわ、針気をつけてね、みんな危ないから、強くなった、逆に倍作ろうが当たり始めたっていうね、うん、まあ何でも釣れるんだけどね、本当は、はい、最後の最後、伝説のアーム、バイスシュリンプ知っとる、バイスシュリンプ、おめちゃめちゃやばいんだって、この釣れるんだ、いや釣れるなんてもんじゃねえよ、これ巨罰しか食わない、これはバイスシュリンプ、オオサンショウウオ食ってこんわ、もう時代が終わったんだよ、終わったな、オオサンショウウオの時代は、ダメだこれ釣れん、釣れん、オオサンショウウオの時代が終わったんだよ、バイズシュリンプの時代だよ、今後バイズクロウとバイズシュリンプだけ投げときゃいいよ、お前午前中まで釣れとったんだけどね、もう時代が終わったんだよ、バイズシュリンプとバイズクロウだけ投げときゃいい、バイズシュリンプ、おったか、おったおった、ついにおった、よっしゃ、よし、で、6、6あったな、今今のでかかった、オオサンショウウオ、もうなんでバラしたんだ今、合わせが甘かったんじゃ、ほんとこの辺おるんかな、おるな、だったってことはやっぱオオサンショウウオ強いぞ、はい、皆さんもうちょっと時間で帰らなきゃいけないんですけどね、見てください、泡がいっぱいありますよね、完全なこれターンオン、水が死んでるんですよね、菊池さん、ターンオーバーよ、ああ絶対釣れんだよ、だから俺らよ、こんだけ釣れん状況でお前こんだけの釣果、お前さ釣れん、やばいぞ俺らのテク、普通の人は釣れへんよ、いや坊主当たり前だ、見て見てこれ泡が出てるよ、これターンオーバーで水が死んでる状態だから、そこであんだけ俺らひねり出したからな、ターンオーバーが強いよ、
真の技術では俺誰にも負けない写真がある。また会おうぜ。見えるかな、あそこに穴が開いてんだけど、あれ洞窟になってるよ。で、あれ穴が開いてるから洞窟でぐーっとめちゃめちゃ 500m ぐらいの洞窟になってるんだけど、知っとる？あそこのお構いあれ洞窟になっとって、あれ奥なずっとコウモリがおるんで、 500m ぐらいあるんだよあの穴。あそこいいぞ、コウモリだらけ。今度はこう探検しに行かないの、あの穴の中に。500m ぐらいあるんだって洞窟が。ちょ、これ遅いよ駅線暗くなってきたな。また会おうぜ。またな。おお、またな。これでも幻想的で綺麗でいいな。危ない。いやいやいや、手で、また会おうぜ。手でさ。